はい、皆さんこんにちは。アクアレノンです。今日もね、アクアレノリウムのお時間がやってまいりました。今回はですね、前回同様ね、プラチナパロットについてね、ちょっと語っていこうかなと思います。前回ね、初めてプラチナパロットファイヤーを始めましたってことで、初めて購入したんですけど、まあその2日目ですね、ちょっとプラチナパロットをまた語りたいと思います。あとね、マグネット式のね、水温計を買ったんですけど、ちょっと今までね、いろんな水温計ね、アナログだったり、デジタルだったり、いろんな水温計使ってきたんですけど、結構ね、この商品良かったんで、そのことについてもね、ちょっと喋りたいと思います。では、動画をご覧ください。はい、前回に引き続きですね、今日もプラチナパロットファイヤーちゃんね、ちょっと喋っていこうかと思いますけれども、前回とね、比べてちょっと綺麗になった気がしませんか？若干ですね、苔とかをマグネットクリーナーで掃除しまして、で、あとね、バックスクリーンを違う写真、まあ、このバックスクリーンね、我が家にいるね、120センチメイン水槽にいるオスカー水槽のね、写真をね、ラミネートして、こう、後ろにこう貼り付けてるんですけど、そのね、ちょっと背景も気分転換にね、ちょっと変えました。で、あともう一つ変えたのが、向かって右にね、ちょっと見えてるんですけど、水温計ですね。今までアナログ水温計使ってたんですけど、あ、デジタルですね。すいません。間違えました。デジタル水温計ね。で、デジタル水温計もそのまま、取り出してないんですけど、もう、なんかね、温度がね、デジタル水温計って使っているうちにね、だんだん、誤差が出てきて、全然温度がね、ちゃんとした表示ができなくなってきてて、で、今回ね、アナログ買ったんですけど、今までね、アナログも最初は使ってたんですけど、なんで使わなくなったかっていうと、その吸盤式のやつってすぐ落ちちゃうじゃないですか、吸盤が劣化して。で、それでね、毎回毎回めんどくさかったんで、敬遠してたんですけど、やっぱりアナログの水温計の方が、しっかり温度をね、測ってくれるっていうことで、いいのないかなと思ってたところ、チャームのね、チャームさん通販の方で、水温計ね、探してたら、マグネット式の水温計があったんですよ。アナログなんですけど、今までの一緒のね、今右上に映ってますけど、これマグネットでこうくっつける感じなんで、これ便利でしたね。便利ですね。劣化したりしないから、吸盤と違って途中で落ちたりとかもないですし、あと自分でこう、つけてからもマグネットなんでこう動かせたりするんで、で、しっかりアナログなんで、水温もしっかり測れてますし、まあ今、久しぶりにアナログに変えてみてね、デジタル水温計とね、温度差がね、5度ぐらいありましたからね。やっぱりもうデジタル水温計結構すぐ水温がしっかり測れなくなっちゃうんでね、この水温計便利ですよ。300円ぐらいだったんですけど、税込みで。おすすめします。で、まあちょっとね、本題なんですけど、プラチナパロットファイヤーね、2日目なんですけど、これ大きさどうなるのかっていうことをね、前回の動画でも話したんですけど、これ全くわからないですね。で、実際問題、本当にパロットファイヤーと同じでね、元のプラチナじゃないパロットファイヤーと同じぐらいになったら、20センチぐらいになるんで、ここの水槽じゃ買えなくなるから、家に持って帰る予定なんですけど、まあまあ、その10センチとか15センチもいかないで止まるような感じだったら、成長がね、この水槽で修正飼育できるかなとも思ってます。もともとキャンディーパロットっていうね、このプラチナパロットにそっくりなね、種類がいるんですけど、それもパロットファイヤーの仲間なんですけどね。それがね、10センチぐらいなんですよ、最大が。体長がね。だからそういうところをね、の部分で、そういうキャンディーパロットの血とかももしかしたら入ってるかもしれないので、ほんとね、まだ買って2日目ですけど、これからの成長が楽しみな魚ですね。今回はね、プラチナパロット2日目の動画のご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。